皆さんこんにちは。今日は12月30日金曜日ですね。明日で大晦日なわけですが、ここ1週間ぐらいで皆さん走り納めっていうタイトルで動画が結構上がってますが、自分もねこの動画で走り納めとさせていただきます。おー、眩しいな今日も。でご覧の通り299を走ってますね。もういつも通りですね。2016年最後ですからね、どこ走ろうかなってずっと考えてたんですけど、やっぱり足学部行きたいなと思ったんで向かってますね。今日もですね、雲一つないんで本当にツーリング日和で、まあ、風はちょっと強いんですけど日差しが暖かいですね。前回の奥多摩一緒に来てくださった方、改めてありがとうございます。前回6台で走ったんで、もう目の前にバイクがいなくてとても寂しいですね。なんかすごい変な感じしますね。時間は今2時半ぐらいですね。最近ですね、やっぱ忘年会がとても多いので昼過ぎまで寝てしまうことはあるんですが、せっかくの年末の休みなんでね、できるだけ1日で何かをしたいっていうのはありますね。で足学部行って帰るだけなんですけど、最近購入したですね GoPro のセッションで川の中に突っ込んで撮影したいなとか思ったり、あとはマウントをいろいろ試してみたいんで、まあ、そのテストも兼ねて今日は走ってますね。いやー平和ですね本当に。結構今日バイク多いんですよね。やっぱ年末なんでみんな走るのかな。気温は10度、1桁じゃないだけで全然あったかいですね。2016年ですね、3月から元ブログ始めていろいろ動画を見返したんですが、ちっちゃなツーリングっていうんですかね、往復100キロ200キロのツーリングは多いんですけど、いわゆる長距離ツーリングあまり今年はできなかったですね。だから距離もそんなに走れなかったんで、まあ、2017年はですね、まあ、いろんな方とツーリング行くことも目的ですし、長距離ですね、まだ行ったことないとことか行ってみたいですね。このドラえもんも見納めですね。今日はVTR をよく見かけますね。もう小丸トンネルか、早いな。さすがに今日は峠は行かないですけどね、もうダメだと思いますね、さすがに。おお、たくさん走ってんな今日も。12月後半なんでね、このトンネルを抜けると2、3度低くなるんで、それがまた冷たいんですよね。わあ、やっぱ寒い。気温が5度に変わってる。さっき10度だったんですけどね。防寒自体はちゃんとしてるんで、その鳥肌立ったり寒いと思うことはないんですけど、なんですかね、ひんやりしますよね。あとはつま先がやっぱ寒いですね。路面自体は全然まだまだ走れますよね。こっち陰側なんで凍結はしやすいんですけど、まだまだ走れそう。いつもの足学部ですね。そんなにバイクは多くないですね。お疲れさん。さてさて、今日は久しぶりに登場のクロームのバックパックですね。これですね。これを水の中に突っ込んだらどういう映像が撮れるんですかね。あ、もうこの時期なんですね。どこがいいかな。今日はさすがに年末なんで足学部のお店もやってないですね。水自体はすごい透明なんで結構綺麗に撮れそうな気もするんですが、まず触ろう。うわー冷たい。うわー冷たい。うわー痛いですね、冷たくて。まあ、そんなことどうでもいいから早く撮りますか。行きまーす。ほっ。おー面白いな。あー、こことかいいね。
さ、戻りますか。あ、VTR。 道の駅制覇ツーリング、あ、すごいっすね。オフをやっていて、ここの3台みんなこれが貼ってあるんです。そうですね、貼ってありますよね。今日あの VTR がすごい走ってるんで、なんか今日多いなっていうのをちょうど喋ったんですよね。1300だ、かっこいい。でかいですね、やっぱりつけてるんですね。一応やってるんですよ。あ、本当ですか。え、やってるんですか。あれ VTR で道の駅やってる人って、あれ早起きライダーさん。おお、やべえ、バレちゃった。知られてる。え、早起きさんですか。そうです。嘘。ですよね。だってめちゃめちゃ動画上げてません。そうです、めちゃめちゃ数上げば。早起きさんだったんだ。え、彼は、え、1300、そうか、似たような、僕と似たような動画を。あ、そうなんですね。わからない。わかんない。一応イーストライダーヤマト。あー、ヤマトさん、あれ僕のライブ放送来てくださいましたよね。一回ちょっとチラッと顔ですよね。うわー、ここで。うわお、よく動画見てるんで。いや、あれ、イーストライダーヤマトさん、そうですよね。あ、二人目のヤマトさんだって喋った覚えはありますもん。今びっくりな出会いがありまして、 GoPro セッションマウントしてたら声かけられて、その声かけてくれた方がですね、元ブロガーさんで、二人でしたね。イーストライダーヤマトさんと、あの早起きライダーさん、お二人ですね。いやー、びっくりしましたね。こんな出会いがあるんですね。で、そのお二方のチャンネルを僕の説明欄に貼っときますので、ぜひぜひ見てください。あの、道の駅制覇をやられてる方なんで、動画の量としてはものすごく多いんで、僕も見させていただいてるんですけど。じゃあ、イーストライダーヤマトさんと、早起きライダーさん。こんな出会いがあるんですね。おー、すごいモコモコしてる。今、マウントをしてたんですけど、やっぱりね、心配になって動画を確認したら、振動でね、カメラが傾いちゃってなかなかうまくいかないんで、いろいろやって今撮り直してますが、どんな感じで撮れてますかね。時間も4時半になって、だいぶ暗くなりましたね。今日はもうこの辺で終わりにしようかな。まあ、2016年こんな感じで収めさせていただきますが、2017年もすぐ動画を始めると思いますので、またね、来年も見ていただけたら嬉しいです。こんな感じでマイペースでやっていきますので、今後ともよろしくお願いします。ではでは、皆さん良いお年を。ありがとうございました。